はい、えー、っとまずはレック仙人講師の宮口ですどうもこんばんは、ね、今夕方だからこんばんはって言うしかねえわな <laughs> ねはいでも朝聞いてる人もいるかもしれないおはようございますはい昼ね仕事サボって聞いてる人もいるかもしれないこんにちはねテレワークでねサボってあいいと思いますよどんどんサボってください皆さんねどうせバレませんよテレワークねあのサボっても はい、結果出せばいいんだよなアウトプットをねはいじゃあそれではね、えー、皆さんさ担当サルベージゼミの,あの説明会です、うん、でまずね皆さんがやっぱり一番聞きたいのはその普通の講座と何が違うのかっていうところですよねそれでねあのー、まずねえー、っとこのこの講座の、あのー、やはりメインの置きどころはね解放テクニックを伝授していきたい これがままず第一にあります、ええ、知識は、まあ、二の次というか知識も、ね、伝授しますよ、うん、ただやっぱりねあの皆さんに強くなってほしいのはねあのこれメモしてほしいんだけど道の問題初見の問題に強くなるこれなんですよ、ええ、だってさ皆さん分かってる問題は得るでしょもともとねあの例えばよこんな簡単な問題出ないと思うけどねあの、えー、出願にかからずめが発明出ない場合には えー、特許法二条一項違反の規定により拒絶されるどうですかもう一回よう失に特許権に係る発明があ発明でない場合には、えー、特許法二条一項の規定により拒絶されるどうですかこれ罰ですよねそんな拒絶するないも二十九条一項は差し引きでしょねでもでも間違え人もいると思うんだよだってににあの発明の定義規定がさ二条一項だから ああ、二条一個やんだわ、みたいなね。うん。だからやっぱり、それってね、何なのかというと、やっぱり初見の問題に弱い人は弱いんですよ。うん。だから、あの、おそらくね、過去問やってて、過去問やってるのに受からない人っているでしょう。これは、やっぱり、初見の問題に弱いんです。で、初見の問題に強くなるためにはどうすればいいかということですよね。これはやっぱり、あの、なんていうかね、こう、声枝ワンセットの中から、 答えをあぶり出す力答えを抽出する力うん。そういう力をね、養っていきたい。っていうのはね、一つ一つの枝が完璧に分からなくても、答えを導き出せる場合は多々あります。ええ。ただし、戦いくつあるか問題は真の実力が要求されるから、そこはやはり知識になってくるし、ね。あのー、なんていうかね。 そのろろ、場合によってはその論文をあの勉強することによって培われる力が要求されることもある。ね。例えばどういう場合かというと、あの、過去の遺症法でね、関連症制度の趣旨の穴埋め問題が出たことあるんですよ。ええ。あ,あとはあの、判例の穴埋め問題がね。そういうのが出たときは、やはり論文の勉強がためになります。だから皆さんね、 その、た、担当だけ、やろうという人もいるかもしれないんだけど、やはりね、私の気持ちとしては、論文も少しはやってほしいなと。ね。あ、もちろん先生そんなこと言われなくても、論文も50対50の言い分ぐらいでやってますよという人は心配いらないんだけど、私のゼミに出る人はね、論文も少しはやってほしい。ゼロじゃゼロではいけないという意味です。ね。だから、私はこういうアドバイスをしますよ。例えばね、担当の解説をするときに、 この知識は、例えばね、インクタンク事件が出たとしましょう。担当で。そしたらこれを契機として、ね、インクタンク事件が平成26年の設問あ、平成十六年の問題2の説問三で出てるから、これも合わせてやっといてね、みたいなアドバイスをしますから。その時に家に帰って皆さんが見ることで、より確実に力がつくようにやっていきます。ね。はい。で、あとね、 えーとああそうだ今日本当はねサンプルがあればよかったんだけどちょっと待ってねあったら持ってきてもらうからあのリアルジミニマムスタンダードって余ってないよね去年のああのね棚あるじゃないあのよく教材探すあれの一番上あたりになんか俺のやつがあるんですよええー、はい はい、で、見荒レジミニマムスタンダードってどっか書いてないこれがね、結構いいんですよ、皆さん。おい、ちょっと待ってねあの、蛍光ペンで塗るよ、皆さん別に塗らなくてもいいけどね、授業じゃねえから <laughs>、ね、授業だったら塗ってほしいけどね、聞いてるだけでいいですよ、これ、これがね、いいですわ、うん、これ、あの、普通のね、今、ちょうど私ね、担当エミネント講座っていうやつで、 あのテキストをね使いましたけどでこれ B5 サイズですよねこれ普通の授業の短基礎とかでも使う普通の大きさの B5 サイズこれの約半分の手のひらサイズのテキストなんですよでしかも特実異症状貯蓄全部オールインワンですなので、えー、そのいわゆるインプット K はそれで補うとでしかも必要最小限度なのであのー、担当アドバンステキストみたいに 全部あの、例えばね、どっかあの、旅行行って勉強するかというと、もうそりゃリュックはいっぱいになるわね。スーツケース、あよく見つけましたね。それです、まさに。ねありがとうございます。はい。これがね、ミヤレジミニマムスタンダードというやつで、あの、ほら、手のひらサイズでしょ。ねうん。 これじゃ分かんないじゃあさっきのあのアドバンスだとほら手,手のひらが2倍サイズって感じでしょ <laughs>、ねはい、で、分厚さこんぐらい。分厚さこんぐらい。ほらこれに特実衣装が全部乗っかってるんですよ、ほら。ね、ちょっと最後見せればいいじゃあ最後ほら不況法の刑事罰の表じゃん、これ。ほら。ね不況法もね、うまくまとまってるでしょ、刑事罰が。ね。はい。で、著作権ももちろんね、ほら。 著作権の系ほら美術と、えー、あ違う美術の著作物と衣装の関係だねこれほらちゃんとねビジュアル的にあとほら実務的にもね分かりやすいよね防護の素顔って皆さん見通うたる防護の素顔ってこんな感じなんですよ防護表彰登録願いでしょで防護表彰登録出願にかくる商標登録の登録番号とかを書けばいいんですよ ほらこういうふうに実務やってない人でもこう実務的なアドバイスができるように工夫するそれによって皆さんが手に取るようにねその実務やったことがない人でも分かるようになってもらうとそういうところに主眼が置かれておるで皆さん俺がお得意のほら語呂合わせとかも教えるよほら「特実遺書釈迦正ゲゲフね」ねこんなのは知っとるわいって感じかもしれないけどねえー、あとほらこれ。 ね、堂々謁見射撃巨有だねパリ・ジャーク4乗 C4 だねおなじみのほらこれオールインワンですよこれだったらね皆さんいつでもどこでもカバンに入れておけますよそんなむね重くないよこれだったらいいじゃないですか常にもうあの何ていうか条文代わりじゃないけど常に持ち歩きできるね電車の中でも見れるね満員電車でも片手につり革わ片手にミニマムスタンダードでこうやって見れる ね、これがアドバンスだとどうですかこうやってやっとったら恥ずかしいですよねなあこの人なんかレックに通ってんだとかねあとあのなんかほら俺の名前が入ってるとああ宮口先生という人に教わってんだなとかね <laughs> 分かっちゃうじゃん、ね、これだとあの手のひらサイズだからねもう全然バレませんよ、ね、例えばあの会社でハードこれになんかカバーでもかけとったらよなんか会社で見とっても多分おあいつ真面目だなスケジュール確認をしてるんだなとか思われて。 あの実は勉強してんんんだよよねバレませんよ皆さんもうこれはね本当に一石二鳥ですええー、会社で勉強しててもバレませんええー、もちろんあのテレワークの場合にはなおさらバレませんのでいいですよこれああ、うん、そうでしょはいということがあるそれからえっ、ー、とあとねそうあのメリットも言っておきましょうね皆さんねさっきあの俺がね その担当だけはなく論文も少しは勉強してくださいねとアドバイスしたじゃん。ね理由だけ言ってねな何のメリットもないとあれだからじゃあこうしますこれちょっと俺もねあの何て言うかさ言ったことを忘れたりする可能性あるんでちゃんとメモしておくねこの得点をもうつけますみたいなねあの後で言ってないとかねトラブルにならないように <laughs>、うん、まずね年明けからの討論あるじゃん論文のね論文系ね。 あのちょっと俺が携わってるやつだけに限定させてください論文系の答練まずね合格答練この中でもし取る予定の人合格答練ねはいそれからあの実践答練実践答練を受ける人もいいんじゃないこれはいそれからね上級答練はい この3つについてはすべ、あのー、て、えーあのー、私が添削します。えー、あもちろんもともと私じゃなくていいよという人はあのー、普通に出せばいいんだけど、あのー、やっぱりね、あのー、これはじゃあ私は、ね、全部添削しますから受けてる人ね、うん。よろしいですか。で、あのー、なぜこれがいいかというとね、あのー、これ言っちゃなんだけど、あのー、あまり。 言わんうがいいいいのかかなまあだ、まあ、いいだろう事実だからあの採点をしてる先生ってまあまあ便利者は便利者それは嘘じゃないですところがどんな人が採点してるか俺もわからないんですよええでましてやね本当にレック出身の,あの合格者が採点してるかどうかわからないですね例えばほら某何かほかの予備校で受かった人がねあのたまたまなんかレックで添削の募集をしてると。 それに応募して、じゃあお願いしますよね。次の日からお願いされて、全然その俺の教え方と違うような人から採点を受けるとね、これ完全にリズムがとち狂っちゃうんですよ。受かる人まで受からなくなっちゃいます。ええー、もっと変なこと言いましょうか。俺が自分で答案を出したとしましょう。俺が自分で答案書いて、その人に採点してもらったとしましょう。不合格点がつく可能性がありますよ。ええー。 それだともうね、信用できないでしょ。だからやっぱり、常日頃から同じ人に、同じスタイルで、あの、教わった方がいいんですよ。ねじゃあ先生に教わって、あの、受からんかったらどうするんですかそれはね、受からない可能性もある、ありますよ。ただこれだけ言わせてください。今年もまた、業界1位でした、私。一発合格者ランキング。もうこれ10年以上ぐらいもずっと続いてるんですよ。 ただ確実にデータが私がもう立証できるのは5年、5年程度ですけどね。もう10年以上続いてます。確実に立証できるのが5年程度だけどね。もう業界で、あらゆる予備校、あらゆるクラス合わせて。ということはやっぱり私のその指導方針、これで間違いないんですよ。ね。うん。ただ一つだけ、ちょっと私も想定外だった点がある、今年。簡単な問題ほど怖いです。 今年の商標がそうだったんですよ。簡単な問題ほど不合格になりやすいと思ってください。難しい問題ほど合格点はつきやすいです。なぜならば、どんぐりのせい比べでいいんで。簡単な問題が出てきたら、もう完璧に書かないとダメです。今年の商標がそうでした。合格者の答案を分析したんですよ。やっぱりほぼ完璧ですね。完璧というのはどういう意味で完璧かというと、量と質の面において。 だから質的に良くても量が少ないと受かってないんですよ。だから4ページも丸々書くし、間違いもしてないと。ね。そういうレベルで書かないとダメね。うん。だからそういうところをアドバイスしていきますから、私が。ね。だから担当だけじゃなくて論文も指導。ある意味そういうことですね。はい。まあそんなところです。で、あと、毎回ですね、えー、っと、ちょっと見てくださいね。進め方ですけども。 あの私もねいろいろ試行錯誤してきたんだけどもね五枝ワンセットいわゆる普通の本試験と同じタイプで出しますゼミの答練は。なぜならば昔私一問一答形式でゼミの問題を解かせてたんだけどそれは今の中上級の講座と被ってるしそしてあの何ていうんですかねやっぱりほら実際の本試験って五枝ワンセットで出されるわけだから。 その中で皆さんがこう格闘しながら、あ問題と格闘しながら答えをね、捻出する力を養ってほしいというところがあります。ね。はい。で、あとね、えっ、ー、と、まあ、特実だけど、あ、これ範囲言っといた方がいいうん。これはね、どうしようかな。あの、範囲は言いますけども、えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。 えー、そうか皆さん範囲もやっぱり知っといておいたほうがいいよねじゃあ今,今の段階で確実に言えることあの衣装と商標はもうすぐ言えますこれだって2回しかないから、うん、これはねこうやって書いておいて登録前登録後ですよまあ権利化前権利化後うんだから衣装は衣装の第1回目はねだから登録前って書いてあるよね商標も登録前簡単でしょうん うん、でだからあの、その後は登録後ですわ。登録後。登録後。ええー、はい。で、特許はね、ちょっと3回になっとるからね、あ,あれだけど、まあ、ちょっと待っといて、それはね、条約、2回ありますよね。条約はこうしましょうか。あの俺の感覚だけどね、パリ出しますね。パリと PCT ですね、パリ &PCT の前半ってやっといていいて、全部だと多分きついと思うから、ねはい、ぜ前半、例えばの、えーとね、国際調査の手前までとかね、はい、で、PCT の後半があ、ごめんごめん、条約の後半が PCT の後半、後期というかね、アンドあのトリプス。 それからほら、まえー、とジュネー漢字かな、うん、最近あの他の法域も出やんけど出すよ一応、黒眼法とかも一応書いておこうか、ジュネー黒岩あ,あのそうね、マドリッド強敵議定書出ないからね、どうしようか迷ってますが、全くやらないのもあれだから、ちょっとね、少しは出すかもしれない、マド,マドプロも、マドも。うん でもやっぱ PCT に強くなってほしいという私の気持ちがありますから。ね。皆さんだって PCT に対して苦手意識持ってるでしょ。ね。うん。でもね、PCT で強くなるためには、満点をまず捨てるっていうところから始めてください。満点は取れないんだっていうところから。うんうん。ね。こういう感覚が大事。皆さんね、これまで人生生きてきて、いろんな人間と付き合ってきたでしょ。ね。その時にさ、 あのとことん信用していい人間ととことんこう本音で付き合える人間と表層的にしか付き合っちゃいけないタイプの人間っているはずなんですよ。私もいいろろ見てきまましたから分からりますで PCT ってまさにそ,うそれで表層的にしか付き合っちゃいけないタイプの人間と一緒なんですよ。うん、要するにと、ね、ととことん付き合うと裏切られますええー、人間にもそういう人いるでしょとことんこっちが本音でやってるのにね あの飛んだ食わせ者みたいなやついるじゃんね。うん、うん、俺もね、あの、いろいろ修羅場をくぐってきたからわかるんだけど、今までさ、その鑑識官が身についてきたっていうか、なんかいい話が出てくるんですよ。宮好先生う、うちの取締役になってくださいとかね。すっげえいい話でしょ。なんとなくね、あのアンテナがこうね、敏感に働いて、あの、あ、これは乗ってもいい話だなとかわかるんですよ。で、後で五年ぐらい経ってね。 やっぱり倒産したとかね。なんか不正であの逮捕されたとかね。やっぱりそうなってるんですよ。うん。それと一緒で、ね、PCT は信用しちゃダメです。表層的に付き合ってください。でも、お宝がたまに入ってます。だから PCT はお宝探しの感覚で問題を解いてください。宝探しゲームです。いいですか論理的に考えるとかそういうことではなくて、 あのオリエンテーリングとかみたいに何かお宝探しのような感覚で解いていくのがいいんですよ、うん、でお宝がなかったらもう鼻から諦めて3にしとくとかねもう適当に3でいいわとかね <laughs> そういうのが大事うんで上4歩はとことん付き合ってください上4歩はもうねやっぱり努力は報われますええ、で下3歩も不正競争防止法は努力は報われます 著作権法はあまり努力は報われません。ええー。だから著作権法と PCT はお宝探しの感覚ですよ。ええー。で、あの、著作権はね、楽ですよ。なんでかっていうと、最近ね、マジで言い切ってるやつは大概罰になってますから。場合があるのはもう大抵丸ですから。本当ね、著作権はテクニックだけで解けますよ。またた、ね、平成28年みたいに チョフがめちゃくちゃ難しくなる都市が出てくるかもしれんけど今のところチョフはサービス科目に、えー、落ち着いてますこのトレンドが長く続けばいいんだけどただ今はやはり条約があの難しくて条約で足切りを食らう人が多いあと特実が難しいねだからあの四法の中でも特実には強くなってもらうから ちょっと、ね、当てていくことも意図はないですよ、私。だからできるだけ、ね、その皆さん、ね、別にあの、まあ、分かりませんければ分かりませんって答えればいいんだけど当てていきますから、ね、マスクしたままでいいから答えてください、ね、あのあの場合によってはさその緊急事態宣言とか、まあ、出てくるかもしれないけどもう慣れてますからこっちは大丈夫ですよ。あのそれでもちゃんとあの収録して皆さんに配信できるように整えますからね万が一緊急事態宣言になってもね、うん、それ大丈夫です。 であとね、いろいろ特徴を言いましたよねあの、ミアレジミニマムスタンダードを使うぞという話と、ダ枝ワンセットとで、あと難易度もね、私があのこうやってちゃんとね、レベルを考えて出します。ええ、つまり、簡単な問題ばかりではない、難しい問題ばかりでもない、ちゃんと点を取らせつつも、たまにはちょっと難しい問題も出して。 初見の問題に強くなる力を養います、はい、であとこれね、法改正、これいいですよ、皆さんね、法改正の情報って、自力でやるには超大変です。で、いずれね、改正本が出ると思うんですよ。令和元年、あ令和2年、令和3年と来てます、今、改正が。令和3年改正本、まだ出てないでしょ、もうすぐ出るんです、年明けて。2月ぐらいという噂を聞いてます。 そしたらそれもちゃんと私は踏襲してポイントを買いつまんで皆さんにフィードバックするというね。そういうメリットもある。ええー。で、あと実践トレはい。担当実践トレ皆さん受けると思うんですよ。ね。あの、これの質問もあの受けますから。っていうのは、あの、あ,あ、そうだ。ちょっと持ってきてもらうわ。ええー。 もう社員が、ね、こうほら少なくなってきてねあ,あのあれですよ、皆さんあの質問カードが、ね、ちょっと欲しいってああ、すいませんね、はい、よーし、質問カード持ってくるからそれに質問していいよ、皆さん、えーまあ、基本的に自由だから逆に言うとこうします、皆さんちょっとあの、えー、とこれを聞いている、ね、通信でこのガイダンスを聞いている人にも言うけど。 ね、逆に言うとこれまで、ね、か完全に私フリーで気前よく質問に対応してきましたがサルベージゼミが来年から始まりますこの講座に専念させてくださいつまり何が言いたいかこの,こ,このサルベージを取ってない限り質問に対応できないことになりますということでよろしくお願いしますというのは毎年やってるか分かるんだけど もうやっぱりみんなねいっぱい出してきますから質問他の人に対応しとったら逆に皆さんに失礼です、うん、そうでしょせっかくねお金出してこのゼミに参加してくれるんですからやっぱりターゲットを絞って、ね、皆さんに集中したいということで今で気まよく対応しとったけどね申し訳ありませんが質問サービス、えー、年明けたらやりませんので。 もしあのエルタワにメールが来たも放置プレイに合いますんでその点、ご了承ください、ねえーまああのー。それだけもう皆さんに特化してありますから。えー、ということですよあ。ありがとうございます。ちょっと配っていただいていいですよ。えーはい、俺も1枚、ね、もらいますからああのサンプルが、ね、あ,のあれば皆さんも、ね、あの分かりやすいですよね。あ,ありがとうございますあ あいいね、うんこう、こういうふうに質問すればいいよという意味でね、そうそう、まず空の質問用紙、質問シート、ほら、ね、これね、皆さんね、あの氏名は絶対変えてほしい、氏名は絶対変えてよ、のっぺら棒だとだめよ、ねうん、それで、あのこの受講番号ね、書いてよ、うん L、L カード番号はど,、まあ、どうでもいいというか、 まあどっちもいいけど、どっちか一つ書いて、その番号は。名前は必須。ね。これ必須です。はい。で、次に、あのー、まあ、出典を選ぶんだけど、まあ、分からんかったらね、丸つけんでもいいけど、あのー、どのタイプのう質問なのかね。えー、でね、まあ、条文とかだったら別に俺分かるし、青本もね、判例も大体分かる。新作事も分かる。過去文も分かる。えー、ゼミ文も分かる。分からんのここです。 ここは私あのなんででそうでしょだから特にいい特にこの「東連その他」は出典を明らかにしてくださいねそうでしょ例えばほらなんか他の「東連」とかでさ、ね、そしたら、えー「第何年の第何回の第何問」とか言ってよあもちろん他も出典はやってほしいんだけど大体把握してますからね とかはねまあ、書いいいてください、はい、でどんな感じであ,のあれかというとねさあこれはあの空の用紙ですからね、ええ、でこれねいい質問例ですほら見てくださいこの人ね分かりますかちょっとごめんなさいねちょっとなんかね切り張りしてくれてるんですよなんかその質問のベースとなるコピーをちょっと黒くなって申し訳ないですけどねこうコピーを切り張りしてねそれであの なんんかワープロでで売ってるんですよね別にワープロじゃなくてもいいよ手書きでもいいんだよ、ね。他人の登録防護表彰と色彩の実が異なる表彰で商標登録される事例を教えてくださいとで私があの答えてるこれ手書きの部分ね、うん、例えば典型的な具体例として赤十字と緑十字は色違い比類い字とされますあとほらこういうね、えー、色彩の実からなる商標でも こういうふういふにあの色の組み合わせが違うやつは色違いひるじとされるでしょうとねこんな感じで私が答えていますからわかりますはいまあ、あの他にもこういう例ねやっぱりこう切り貼り切り貼りじゃなくてもいいですよベタ打ちでもいいし手書きでもいいしねそれであのあの具体的な質問を書いてもらって俺がこうやって手書きで書くとで皆さんに配るからで場合によってこれはねこれはみんなで共有した方がいいという質問もあります 個人的なレベルの質問はそのまま返します、個人に。ええ。で、これはもうみんなで共有した方がいいという質問は、申し訳ないけど、あの、配りますから、あのレジュメとして。それは、あの、皆さん著作権を放棄してください。ね、<laughs> お、俺、俺の質問勝手に配らんでくださいって言わんでくださいよ。みんなで共有して、みんなで力をあの上げていきましょうという。ね。そういうことで使わせてもらいますから。どうですか大体パターンが見えてきちゃでしょ。ね。 そんな感じじゃあね逆にね皆さんから何か質問があれば承まりましょうかいいですよどうぞ何か手を挙げてどうですかね大丈夫です、うん、大体言いたいことは言ったんですがえっ、ー、とだから特許のところやね特許のところだけど <laughs> あじゃあまた頼むわ <laughs> ちょっと さああの去,年去年やってるからある程度ね、範囲は分かるんですよ。すみませんね、次から次に、去年のサルベージゼミの特日の1回と2回の3回の,あのレジュメをあの私の分だけください,、はい。そうすると範囲が分かりますんで、はい。ということで、範囲は今から分かります。うん、あとは著作権と不況法は1回しかないから、もう範囲だね、これは。 うん、あ、で、あとまとめ。まとめの回ね。うん。あ、ごめん、ごめん。ちょっとこれも、これも言わんと。まとめの回。去年どういうふうにやっとったか。うん。うん。あ、すいません。<laughs> あと、ね、最後のまとめの回もお願いします。はい。 日123と最後のまとめの回一番最後のねはい,はいよしはいその間に皆さん何か質問あれば受け止まるよどうですかいいですがないちょちょっとさこのこれあの合格体験記を回してもらってよ俺よまだ呼んだことないんだよどんな音書いてんの MO さん MO さんって誰だろうちょっと待ってね思い出すわああ分かったうん 一発合格の人だわ。俺と対談した人ですね。俺とあの対談の動画があると思うよ。その人だわ。うん、うん、あのだから一発合格できるゼミと言ってもいいということよね。三浦先生を担当されるゼミでは三浦先生オリジナル問題。毎回100枝解くことができましたが、過去問にはない問題を経験できたと。 うん、100枝というのは結局5枝1セットだから100枝になりますわね20問出しますからかなり自信になりました特に商法では法改正の問題をたくさん取り扱っていただいて過去問にはない法改正の問題でも自信を持つことができましたまた。 え俺の講義では 1, あ1人ずつ当てていくため緊張しやすい私は毎回ドキドキしながら講義を受けてうまく答えられずにへこんでしまうことばかりでしたしかしたまたまこれに答えられたり一発受かりようと言われて与えられた時答えられた問題がありすごく嬉しくてやる気も出てきましたそしてその当えられた質問に関する問題が論文で出てうまく回答できたので先生の言っていることは本当だったそうねつまりねやっぱり私も考えて皆さんに質問してますからね ここれはそのあの出るるからこそ質問する逆に言うとね、皆さんに対してよ、試験と全く関係のないことを教えることはね、これも百100がやって一理なしなんですよ。そういうね、なんていうの、講師が趣味に走ってはいけません。ちゃんと皆さんが、ね、受かるための内容を扱うし、決して趣味に走ることはありません。その点は安心してください。 私はもうプロ意識を持って皆さんを受からせるためにどうすればいいかっていうことを常日頃から考えておりますええー、どうですかねはいええー、あれなんか便利士の人じゃないですか違います、うん、<laughs> ええー、はいそれでえー、っとですねあのー、そうですね であとはねこの AH さんねちょっと思い出し見,見ますわえっ、ー、とねああこの人もね一発合格ですわあというか書いてるねうん特定できましたうん一発合格ですよあれマッチョ29をオーディションで受けた人じゃないですかで落ちた人じゃないですかねああやっぱそうですか マッチョトゥエンティナインのオーディションを受けたけど落ちたそうですよね。でも便利試験には受かったという人ですよね。え、うん、ああそうですか。ええー、すごいですね。はい。一ヶ月半ばから始まった宮尾先生の担当サルベージデミでは。 あの毎回、えー、宮城先生のオリジナル問題を織り交ぜられた百枝の講義の始めに解き、その後解説する流れで講義が行われます。過去問に慣れてきて理解し、回答してるのか、答えを覚えてしまったのか、不安を抱いていた頃なので、そう、初めて見る問題ね、やっぱ俺がこ,うこだわる、初見の問題に強くなると、ね、そこです。過去問はね、何回もやってたらあほでもできるようになるんですよ、女の。ね はいまたゼミで配れる、ああ、これ、ミアレジミニマムスタンダード書いてるでしょ、ほは上4歩下3歩すべてもうミアレジが合殺となっており、これまで担当規則、完成講座、各法域ごとにレジュメにまとまられていた情報、このミニマムスタンダードに書き込み、情報の一元化をすることができましたと、このミニマムスタンダードは、口実の最後まで使えますと、ねえ、それがこれです。えー どうですかいそんな感じですわ。ねえ。うん、今日はもう、便利士も聞きに来てますからね。ええ、あ、知り合いですか二人とも多分便利士なんですけど。知り合い知り合いじゃないあ、知り合いじゃない。ああ、そうですか。ねえ。わかりました。<laughs> はい。どうですか何か質問ある人。いいですよ。あ、どうぞ。ええ あ参加する前の予習は何が必要かと。そうですね。まず予習が必要だとすると、そうですね。過去問に慣れといてください。うん。ていうのはね、私の問題は、その、なんていうか、ほら、あの、なるべくオリジナル問題を出すわけですよ。ね。で、で、逆に言うと過去問はそんなにやりません。だから過去問やってほしい。ね。過去問はもう、ほら、あれ、あるじゃないですか。なんだっけ、体系別が。 ね、あるいはほら、私が過去問対策講座、えー、担当レボリューション2022年向けの、あれやっとるでしょもう18年の。あれをね、バンバンやってほしいんですよ。でね、私はね、その皆さんが受かるために、その初見の問題に強くなれって言ってるけど、過去問やらなくていいという意味ではありません。決してそれはそうではなく、過去問は受かるための必要条件ですよ。ええ。でも十分条件じゃないということを言いたいんです。 だから、ね、皆さんの中にはいるでしょあの過去問すっげえ繰り返しやってるんだけど受からないとそれは試験員がちゃんと考えてるんですよ過去問しかやってない人を落とすような問題をわざと作ってるんですよ、えー、だからそこは初見の問題で十分条件を補うと、ね、で私が最近の傾向をとらまえてますから例えばどういう点がね最近の傾向かというと特実の問題ってなんかやたら難し,い難しく感じるでしょ 私に言わせるとあれ難しくないですよ。難しく感じるんですよ。なぜかと。前はね、あの、なんていうか、一枝ごとにワンセンテンス的な問題が多かったんですよ。一枝ごとにワンセンテンス。えー、ところが今ね、一枝ごとに第二、第三センテンスまであるんですよ。つまり、重厚化するんです。一枝、一枝が重厚化するんですよ。 一枝で三枝分ぐらいあるんですよ。ええー。だから、あの、五枝だと十五枝分ぐらい解いてるような感覚になります。だから嫌になってくるんです。ええー。でも、それが現実です。だから、そういった問題も私はちゃんと研究してますから、最近のその、特実がそういう傾向にあるなと。そういうふうに似せて作りますよ。ええー。ね。あと、あと、皆さんからね、 まあ皆さん以外の受験生からもいろいろ質問い頂い,い,いておりますからそういうところって弱いということでしょう質問が来るということはだからあえてその質問にまつわる条文の出題をさせてもらうと、ね、いうこともあるそれによって皆さんが逆に強くなってもらえるというところがあるんでねこれはやっぱり私が日頃からねいろんなタイプの講座を受け持ってますんでそれが幸いしますよいろんな情報がねもういろんな質問来ますから。 ああ、これ弱いんだなと、ここ集中して質問来るなという情報が分かっているんで、それを皆さんに伝授していきたいなと、このように思っております。ええー。はい、他にどうしよう、質問。あ、あの、あそこへん、もうね、あの、弁理士だから、あの、後で質問してもいいと思うよ。え、う、え、ん、優秀な弁理士の先生ですから、うん。筋トレも詳しいです。ええー、どうやったら筋トレうまくいきますかね、と。ね。 うん、はいどうでしょうほかにあいいですよの,の,ぞいのぞくだけじゃなくて出てもらっていいですよええどうぞどうぞ遠慮せんとねちょっとでも興味を持ったら聞きに来てくださいよせっかくですからね来る者こ拒まず去る者は追います <laughs> ええ <laughs> ええ、なんで俺の講座は嫌なんだよって追,追いますから。 ちょっと逃げないでよっつってね <laughs>、えー、はいあどうぞレベルですか,うですかそうですねあのうんレレベルはねあのやっぱりあの全くのあのどしろうとはきついと思いますよでもあの一年間ね入門講座を終えた方とか ちょうど先ほどね中上級の担当向け講座担当エミネント講座もう一通りやったじゃないですかそこまで来てればまず大丈夫ですええー、ねそしてあのほらちょうどねあの担当の中上級やった人は担当エミネントテキストっていうのがあってさこれが全部合わさるとやっぱり分厚くなりますわねでそこはやっぱりいわゆるディテールな勉強をしてほしいんですが 私はやっぱりそのディテールな知識をねとらえた上で今度はシンプル化していく作業が必要だと思うんです一と言で言うと何なんだみたいなところが皆さんの頭の中で整理されることが求められるんですよ私はその手助けをすると思ってくださいねで個別具体的なその事細かな勉強は皆さんが自分でやってほしいんですで私の方はその事細かなね授業あの知識について すべて授業でやることは不可能だしまた逆に迷惑だと思うんですよそれはどうしようかというとそんなの分かっとるわということになるからだから皆さんのニーズに答えたいだから質問カードをね用意したんですほらこれだったら皆さんのニーズに答えられるしかも恥ずかしくないじゃないですか個別具体的いうの俺返しますからただみんなに共通してこれはフィードバックした方がいいなというのは配りますよね うん、でもあのレベルの低いから質問しないわとかねそういう恥ずかしがらずにあの質問していいんだからそうでしょそのためのゼミなんだろうおいそうでしょこんなあのレベルが低いとか高いとかね関係なく受かってもらうために授業に出てもらうんだからね、うん、あ,ありがとうございます助かりましたわおミアレジと、うんうん、あ あ問題と解説でいいですよ。うん、ああ、いいです、ありがとうございます。はーいよーし、ということですね。ああのね、問題はあのなかった第1回、第3回の。はい、問題1 2,、2、3、第1回目のね、はい。じゃあね、ちょっと今、分かりましたから、えっと、ほら、最後のね、まとめの書いてあるでしょう。 これははっきり言ってもうテストです、皆さん。これもテストの回だと思ってください。ね、で、えっ、ー、とね、ここで判明しますよ。あの、60問は出せません。俺の解説がなくなるんで、うん。あ、どうしようか。ちょっとアンケートを取ろうかな。いや、だめだね。これ3時間枠だから、もうその時点でだめだわ <laughs>、えーうん。じゃあいいわあの。ちゃんとね、解説付きのやつでいくね。そしたらね、えっ、ー、と、 お切りが悪いね。特実はなんと総まとめの回ね12問ですわ。はいで衣装がえー、っとじゃあ6問ですかね衣装6問あっ衣装7問ありましたへえじゃあ商標も7問かな商標7問だねえー。 じゃあ条約はどうなっちゃる条約も7も条約7はい、ョフね、ョフは多分あれでしょう、ョの方が多いんじゃないですか、ああ、そうやね、ョの方が4になっとるね、ョが4だと思いますよ、やっぱり、でフが3問と、でこれ合計すると何問になります ?19、26、33、37、あ四40ですね。 40問で、えー、40問だと2時間でしょうねこれね40問で多分ね2時間だと思います、えー、で残りの1時間で解説とかしていきますから最後はこういうことでやらせてもらいますわねえー、どうですか皆さんはいほかに質問がある人はどうですかいいですよ はい。じゃあ、女性の方。あ、あの、宮口模試って、あ、宮口模試あれか ?1 月3日のあ1月3日はね、の宮口模試は、あの、上4法は結構レベル高いですよ。下3法はレベル低いです。ええ、上4法はもうとにかくね、ちょっとあの、気合い入れた問題が多いですから、ええ。 あのー、ちょっと加工しておいてくださいゼ。ゼミはね、標準的に出していきますけどね、ちょっとやっぱ、あの新春もしたからね、ちょっと皆さんの気持ちを引き締めていただくためにもね、ちょっと難しめの問題、用意してます。ところが、下三歩はね、あのー、そんなマニアックな問題出しません。ええー、あの気軽に解けます。ええー、はい。あとどうでしょう。いいですよ。はい、どうぞ、後ろの、ええー。 さっき、飛び入りできた人。ええー、どうぞ。ええー、どうぞ。はい。ミアレジミニマムスタンダードが欲しいと。当たり前ですよ、ほら。書いてますから。ありがとうございます。ええー、ミアレジミニマムスタンダードほら。書いてますから。大丈夫ですよ。それの、それは何去年の あもちろんね、去年よりよりブラッシュアップしますよ。しかも R3 改正を踏襲しますから、ええ、その辺はもうね、保証します。ええ、ただね、第1回までに間に合うかどうかちょっと微妙なんですよ。なぜかというと、本当はね、改正本の内容を取り込みたかったんですね。でもなんか出る気配がないでしょう。だからもう、エイヤーで、まあわ、私はある程度改正の知識持ってますから、もうその範囲で出すかもしれません。 ね、だっていつまでたっても出やんかったらよ皆さんにとって、ね、迷惑がかかるから早く出しますよ、なるべく。どうしても間に合わんかったら、ね、こうこういう普通のレジュメでとりあえず配っておいてあちゃんとあの製本されたやつももちろん配るしという二重,の二重の防御策でいきたいと思いますから。えーはい、どうよ皆さんあとは お、ちょっとね、問題一が、去年の問題一をね、参考にするわ。えっ、ー、と、特許権の移転。ということは、これ99条のあたりまで聞いてるかなおー、わかった。はい、あの、特実わかりました。はい、特実の第1回はね、えっ、ー、と、99条まで。ね。はい、じゃあ、第2回は、 お第2課も分かったあのね最新までえー、っとだからえー、っと100から176うんもう第3課は分かるよねそれ以降ですしんとりしんとりからあだから178から177ってないからね178から全部実案も含めえー、これでもうばっちりちりばツって感じでしょどうよこれでもう皆さん大丈夫だわ はい。必要な情報は盛り込んだよ。はい。どうですかとは。ええー。大丈夫も。う、大体。うん。あとはもう個別に対応するわ。ね。皆様あの、クリスマスも終わってさ、もう気分はね、えー、正月に向けてちょっと、正月に向けてね、遊び放けっとったらいかんよ。明日ぜひ道場出てください。へ <laughs> で、ね、 ストラテジー道場ねはーいじゃあ、そろそろ終わるね。よし、じゃあ、あの通信で聞いてる皆さんもね、あのー、ほら、俺がこうやってある程度、メモ書きでこう、ポイント、ポイントはしし書きましたし、あとほら、なんだっけ、あの答案のね、えーっと、答案じゃない、これ質問カードもね、こういう感じでやるよって言ったし、それから、あの当年ね、 はい、この当連に関しては私が添削しますから。ということでよろしいうん。でもちろん俺の添削が嫌いな人は普通に出せばいいんだよ。ねうん。まあとりあえず、あの、交互でもいいよね。俺の添削を受けたり別の、別の人の添削を受けたりでもいいしね。え、うん、はい。じゃあ終わりますわ。じゃあ皆さんぜひ、担当サルベイゼミ。ね日にちだけでも覚えておいてよ。1月15日からスタートするから。ね あぜひあの、えー、あの、この日までに決断をしていただいてね、もうできれば年内に。やっぱり決断は早いほどいいですよ。ね。ああでもない、こうでもないって思ってる間にね、大体いい良くない方向に向かいますから、状況というのは。こういうのは何て言うかわかるえー、石橋を叩いて崩すっていうんですよ。ねそうならないようにしていきましょう。はい、それでは皆さん今日はあ、どうもお越しいただきありがとうございました。 はい。どうも。ね、便利士も駆けつけてくれてね。うん。はい。